した後の注意点として私が感じたのは、やっぱりきちんと点眼薬を1日に4回ぐらいするんですけれども、それはしっかりと本当にやる必要があるものなので、それをもうしっかりときちんと点眼するっていうことですね。そうしないと、多分こう経過が良くならないと思うので、点眼は本当に言われた通りにきちんとするっていうこと、とあと、手術直後に私仕事をしたんですけれども、ちょっと非常にやっぱり手術当日は見えづらくて大変でしたので、できたら手術後の 2,3 日は休める状況で、手術に臨んだ方がいいと思います。はい、経験からでした。検査をしっかりやってくれるところがやっぱり安心だと思うので、ちゃんとその時間をかけてしっかり検査をしてもらって、安心できるところで受けるといいのかなと思います。とにかく迷ってる状況であれば無料検査だけでも受けてみて、自分の目がレーシックを受けられる目なのかどうかだけでも確認する価値はあるんじゃないかなと思いました。